出現、謎の組織デストロン。本郷猛の後輩風見四郎は謎の組織デストロンに執拗に命を狙われていた。そしてついにデストロンの毒牙は風見四郎の家族にまで及んでしまう。父さん、母さん、ユキコ、風見、しっかりしろ。シーザー。うん、よし。一文字さんがライダーだったのか。改造人間にしてくれ。風見、お前の気持ちはよくわかる。しかし個人の復讐のために力は貸せない。しかし俺は改造人間は私たち二人でいい。人間でありながら人間でない、その苦しみは私たち二人だけで十分なんだ。久しぶりだな、一文字隼人。ゲルショッカーの資料。ゲルショッカーの資料は私の仮の姿に過ぎない。そしてお前たちは二度と再び私の姿を見ることはないのだ。行くぞ。つかの間の平和を破って突如出現した暗黒組織デストロン。デストロンに家族を殺された風見四郎は仮面ライダー V3 となってよみがえった。デストロンとの激しい戦いがこれから始まるのである。
現、謎の組織デストロン。本郷猛の後輩風見四郎は謎の組織デストロンに執拗に命を狙われていた。そしてついにデストロンの毒牙は風見四郎の家族にまで及んでしまう。父さん、母さん、ユキコ、風見、しっかりしろ。シーザー。一文字さんがライダーだったのか。そう、ライダーキー。ライダーキー、今日のところは見逃してやる。仮面ライダー、お願いだ。俺を改造人間にしてくれ。風見、お前の気持ちはよくわかる。しかし個人の復讐のために力は貸せない。しかし俺は改造人間は私たち二人でいい。人間でありながら人間でない、その苦しみは私たち二人だけで十分なんだ。久しぶりだな、一文字隼人。ゲルショッカーの修行。ゲルショッカーの修行は私の仮の姿に過ぎない。そしてお前たちは二度と再び私の姿を見ることはないのだ。行くぞ。すれば方法は一つ。よし。ゾライダーキー。シーザー。本郷ハレト、大丈夫か。大丈夫だ。1号2号死んでもらう。待て、貴様は仮面ライダー V3。 つかの間の平和を破って突如出現した暗黒組織デストロン。デストロンに家族を殺された風見四郎は仮面ライダー V3 となってよみがえった。デストロンとの激しい戦いがこれから始まるのである。